恐ろしい現場から今回の実況が始まってしまったぜ。攻撃が出ないんだけど。待て待て待て。ん？ああ。なんだ、コントローラーの効きがめっちゃ悪い。え？ああ、うん。いや、なんか攻撃がさ、なんか全然出てくんなかった。いや、X ボタンはすげえ効くんだけどさ。なんか攻撃の、手が、なんか悪い。待て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 。ん？なんか初期化されてんだけど、なんでだ？ああ、なんか初期化されてる。え、大丈夫か、これ。これ新たな発見かもしんねえけど、この幽霊戦ってやっぱ何？バグ起きやすいのか？設定した、そのコントローラーがさ、コントローラーのこの割り当てが変わってるんだけど、メニュー画面スタートにして、うん、これで OK。やっぱバグが起きやすいんだろうな、この、幽霊戦は。あーで、今 Y ボタンで普通に開けられた。星屑のハープって何気に初めて手に入るアイテムじゃないか。セーバーゲージを無効化するとかだったかな。あんまり需要がないアイテムだと思うんだけど、二重運びの経験値を手に入れて、このいかにも夜っぽい雰囲気なのに、朝なのが、いけすかね。あー、ゾンビ強えな。なんとか丸かじりみたいな、よくわかんない技やってた。ちょっと崩壊がすごいサボってるんだけど、もうちょっと戦闘に参加してくれてもいいのに。お、いいね。ツーウェイ。ダブルヒット。あー、もう一体いる。ホークアイがさ、さっきからマジで全然仕事しねえのか、こいつ。あ、毒ギリブルス入ってる。オッケーオッケー。とりあえずホークアイ人柱にして。あ、いいねいいね。しかもなぜホークアイ2回連続で技使えた。ありがたい。たまにあるんだよな。必殺技が何回も連続で使える状態。んで、力上げて。いや、大丈夫かな。これ、なんかセーブデータバグってさ、ゴーバ倒した後にも出れないみたいな状態になったらすげえ困るんだけど。あー、やらかした。目押しするぞ。この辺。うわー、早すぎた。やっちまったなー。いや、でもさっきのコントローラーの設定の件もあってさ、この後すごい不安なんだよな。26ビデビル。言いにくい。チビデビルの方があれなんだな。ホークアイよりも経験高いんだね。あー、で、張り紙が貼ってある。あの張り紙を最初に読んでフラグを立てた方が良かったんだけど、成功しちゃったんだよな。血の本、死の本、呪いの本、そして死の本。って書かれてんじゃん。で、この右側の部屋にはなんかベッドがあるんだけど、そのベッドで寝ると、まあ、今すぐ休みますかってなってんだけど、これ休んだらダメ。これ罠なんだよな。休んだら HP 回復しないで敵が出てくるから、ただの罠。で、血の本、死の本、呪いの本、そして死の本のフラグ立てたら、この扉に入れるようになる。その本の謎解いて、デュランを幽霊の状態にしてない状態でここに来てたら、AT フィールド貼られてて行くことができない。今は普通に通ることができる。いや、大丈夫かな？いや、もうさっきから何回も言ってんだけど、すげえ、あれなんだよ。ゴーバ倒した後の、ちゃんとイベント進むかどうか不安なんだよ。これ確か窓調べたら、窓の外は濃い霧が立ち込めていて何も見えなかった。ああ、出るよね、骸骨。何かが窓の外から覗いていたような気がする。覗いてたよ。全く気づいてないみたいだけれども、平和だよな。知らぬが仏。で、美味しいチビデビルの経験値をいただいて、この辺なんか武器棒屋みたいのなかったっけ？敵を倒したら、なんか防具が買えるみたいな。アグレッシブな攻撃するよな、このグール。敵倒したら、ああ、出るよね。いらっしゃいませ。で、このハゲ。
2の頃よりでも愛嬌のある顔してるよね。まあ、ここで武器を買うことができますと。で、デュランがいないから、まあ、特に意味はないと。まあ、2つ分しか武器は売っていないと。そういうわけだね。で、防具屋とかもこの辺なかったっけ？ここも敵倒したら、アイテム買えるようになりますみたいな。いやー、アグレッシブだな。連続丸かじり。わー、首をブーメランみたいにやってたな。首なしみたいだな。ヌラリヒョンの孫、懐かしい。ここ防具売ってるとかじゃない？防具だね。まあ、漁港パロで買えなかった場合は、ここで買い物をすることできますっていうことだよな。まあ別に、そんな買うことでもないんだけどね。ここで買わなかったら買わなかったで、火山島物価で買うことができるから。まあでもこの辺敵強いからな。普通に崩壊の攻撃力が、ちょっとひ弱なのが残念。この辺の窓は、特に調べても意味はない。ダンジョン自体が短くてさ、もうボス戦なんだよな、この先。まあ、一応ダメージとかは、ある程度回復しておくか。で、アイテムも、これ敵が空中に浮遊するタイプのボスだから、魔法のロープいらねえな。魔法のロープ倉庫に入れて、大地のコインと、あとはそうだな、マイコニドの瞳の代わりにダーツ。こんなんでいいかな。あー、で待って、マンマルドって補充。で、ドラエクの鱗。無駄に4回使っちゃったからな、前回。まあ、今回は2つしか使わないから多分大丈夫だと思うので、あと死んだら死んだで、リセットされるのかな、ドーピングしてても。ようこそ我がさまよえる魂の船に。さあボス戦。友達の呪い解いて、おいらたちを解放して。方法は一つだけ、私を倒すことだ。さあゴーバさん出現。あー、弓味噌、あー、ボス戦だと使えないか。このボス戦の最中にうまい具合に獣人化してくれることを祈ろう。で、崩壊ドーピングして、なんかぶん投げてるポーズいいね、このケビンの。で、ドーピングして、こいつ上に飛んでっちゃうんだよな。今は下で戦ってるけど。で、主に闇魔法を得意としてて、こいつの特殊技で確かこっちの全部のステータス下げるみたいな技を使ってきた記憶がある。あー、でこうやって高いところに行くから、高いところに出たらこういった大地のコインとか、これダイヤミサイルの魔法だね。こういう魔法攻撃とかをして、16しか食らわねえ。知性低いからな、しゃあないわ。これも多分キャラクターの知性に依存 してるのかな、大地のコインとかも。だからアンジェラとかがいればもうちょっとマシなダメージ与えてたかもしれない。まあ飛び道具、ダーツの方は普通にそこそこダメージ入んねえわ。あんまり、じゃあ大地のコインあれなのかな、知性関係ないのかな。今17のダメージでしょ。スワーサイゾンかな、ダーツは。あ、ブラックカースト、そうそう、これで全部のステータス下がるんだよ。魔法効果、防御、攻撃、全部のステータス下がるから、マジでクソ、2回連続で。まさかケビンに来ると思うな。これがシャルロットがイビルシャーマンかデクロマンスターにクラスチェンジしたときに覚える技。今の、なんだっけ、名前忘れたわ。あ、素早さ依存っぽい。あ、待て、ちょっと崩壊で攻撃。いや、コインもあれだな、崩壊に使わせればよかったな、もったいねえわ。で、ダーツさせて、あ、そうそう、このブラックカースが全捨て下げる攻撃だからクソ厄介。これ崩壊届かねえかな、うまい具合に。なんかケビンとかもなんかうまいことやったらギリギリ尻尾に届くみたいな、そんな感じじゃなかったっけ。うわー、これ防御とか魔法効果下げられてるから痛いダメージ食らいそうだよね。やっぱそんな気はしてた。魔法壊。
まあ、自分に使って、で、あとは、まあ、ケビンにも使ってやって、で、最後の1回はポトの油でこれでうまく回復させて、オッケーオッケー、下に出てきた。下に出てきたらもうこっちの、うわー、そうだ、ドレイクの鱗使ってないから攻撃全然通んねんだ。いや、よかった、ドレイクの鱗もあれだな、物置から出して補充しといてよかったわ。で、鱗使えばこっちのもんよ。まさかケビンですら2ダメージしか入んないとは思わなんだけど、歩く速度がさ、コンピューターだったら足ある程度速いけど、人間が操作するキャラクターって足遅いから、こういった時の横移動が時間かかるから厄介だよね。ちょ、もう一回フォト。また上に行くのか、お前。いや、夢味噌をなぜ使わなかった。これある程度ボス戦長引けば長引くほど時間も経過するからさ、ケビンワンチャン猿じゃねえや、あと狼になれるんじゃねえか。ちょっとポトの油、このパーティー回復いないからマジポトの油大正解、大天使。ポトの油なかったら本当に積みかねるからな。オッケーオッケー、いいぞ。ブラックガスやられる前にガンガン攻めろ。そろそろくたばってくれるとすごい助かるんだけど、あー、イビルゲート全体、これもアンジェラ特有の魔法だよね。またか、これなんか、あー、オッケーオッケー、単発か。カウンター的な感じで魔法連続で使ってんのかなって思ったけど、そういうわけではなさそう。ちょっとケビン単体回復させて、ホークアイは言うてまだ大丈夫でしょう。荒ぶってんな、ホークアイ。でもそろそろ倒れる。オッケー、いいぞ、順調。ちょっとコーラ飲むか。謎の死に方だよね、こんな爆発してまばゆい光出して死ぬって。あー、うまい、やっぱコーラはうまいね。で、シェード、よくぞ我が迷える魂を解放してくれた。喜んで力を貸そう。仲間の呪いも解けたであろう。なんかプラプラしてちょっとエロいよね、シェードって。シェードのフォルムがもう完全にあれにしか見えねえもん。闇の精霊シェードの力を手に入れた。ああ、元気になって手振ってんだ。いつの日かのリースみたいな感じ。いやー、助かった、ありがとうよ。デュランが仲間になった。レベル差がな、開いちゃうのがちょっとなってんだよね。でもシェードさんがここにいるということは、闇のマナスさんもこの船の中に絶対沈むでしょ。あんなの、あんな重さの石何十トンってあるんだぞ、沈むだろこんなボロ船じゃ。いや、闇のマナスさんは失われし石、もはや現世には存在しないだろう。かつて世界大戦が起こり、古の神獣以来、世界が二度目の危機を迎えた時に闇の力が増大し、闇のマナストーンだけ封印が解けてしまったのだ。では闇の神獣が、いかにも、大昔人間たちは古代魔法と呼ばれる呪法によってマナストーンのエネルギーを平和に使っていたが、やがて人々はエネルギーを奪い合うようになった。まあ、石油と同じだよね。闇の魔物たちはここにつけ込み、世界を戦乱の渦へと巻き込んでいった。光の世界、同じことを言ってた。ついに闇の魔物ストーン封印が解け、神獣と闇の魔物たちにより世界は滅亡寸前にまで荒廃した。それ以来、マナストーンは失われ、住処をなくした我が魂はこうしてさまよえる幽霊船となり、長い時を後悔してきたのだ。まあ、シェードの過去だよね、これはね。その後、闇の神獣はどうなったの？滅亡寸前で回避できたのはなぜ？わからない。なぜか忽然と闇の神獣は魔物たちと共に消えてしまったのだ。デュラン、さっきから置物みたいな感じになってるよね。
それから長い年月が過ぎ、世界は蘇った。だが闇の真珠は消えたわけではない。ゼーブルファーって言うんだけど、後で戦うんだよ。おそらくこの世界とは別の異世界で再びマナストーンに姿を変え、この世界のどこかに影を落としていることだろう。だとすると、人間たちにはマナを減少させる方法がないのに、こんなにもマナが少なくなってしまったのには闇のマナストーンが関与している可能性があるわね。でもどうしてここに来て久しぶりにセリフを言う主人公。謎について、さあこれからなんかみんなで議論しよう、ディベートしようってなった時にこの揺れだもんな。まあ、火山島物価の噴火に巻き込まれるみたいな、そんな感じなんじゃないのか。あ、そういうわけではないのか。魂が解放されたのでこの船も消えてしまうようだ。げげ、そんなバカな。デュランはすごい驚いてる感じするけども、ホークアイは一向に逃げようとしてて、ケビンはこれ何、床オナ床オナするような体勢で空中に対して床オナするっていう、やっぱ獣人のやり方はやっぱ違うな。普通の人間には理解できないようなやり方でしこってやがる。あーで、よかったよかった、これちゃんとイベント進んで火山島物価に来れてるってことは問題ないよね。俺試したことないんだよね、そのセーブデータバグらせてさ、なんかロードできなくなるっていうやつ。試してみたいけどやっぱ怖いよね。もうそれでなんかもうそのセーブデータが一生使えないとかなったらたまったもんじゃねえからな。オーテール、ここは火山島物価。あ、知ってんだ、意外と地理の知識あるんだこいつ。あの様子じゃ噴火が近そうだぞ、なんとか早くこの島から脱出しなきゃ。あー、ケビン寝てる、ってか俺が今操作キャラケビンにしてるからか。で、起こして、全然あれだよな、まだ夕方にこれからなるぐらいだったから、ケビンがゴーバー戦で全然あれだよな、人化できる気配がなかったよな。で、ブース株、珍獣ブース株、あれはこいつに後で助けてもらうんだよ。まあ今は素通りしたけど、このなんかキャインの天野くんみたいななりしてるこの珍獣ブース株で、黄金の女神像で一旦セーブして、まあここまで来たら一安心だよね。で、幽霊船ギュランのいないセーブデータがこれでリメイクされて、で、うまい具合に旅が続けられるぜ、こっから。んで、あとは、そのまま、火山島物価を、奥の方に進んでいって、ブース株の、ブース株じゃない、ダークプリストの村っつうのがあって、まあ、そこで強い防具とかを買い揃えて、洞窟探検大作戦だよ。ギャルビー、ダークプリスト。ダークフリーストもあれな、聖剣2の時はすごい回避率とか高かったんだけど、今作ではめちゃくちゃスムーズに倒せる。あんまりあれだからな、回避とかの概念がないからな。まあ一応あるっちゃあるけど、で、こっちはさっきの女神像があるマップで、上には道がない、右行ってあと2マップ3マップくらいやり過ごせば村にたどり着けたはず。そこまではそんなに長くないんだけど、洞窟が長いんだよな、ここな。あ、ラビリオンがラビを召喚してた。てか今思いっきりこっち見て口グワーンって開けてたな。キングラビとかがああいう表情するんだけど、ラビリオンがああいう表情するの見たことないかもしんない。なかなか珍しいものが見れたかもしんないな。真正面向いてラビを召喚するラビリオン。あ、いい、こっちにもいる。この界隈は経験値大体26前後っぽいな。26プリーストって書いてあった。で、仕方なしに素早さ上げて、んで、ホークアイ、
ポークアイが今のところ一番素早さ高いのかな。ポークアイのおかげだよね、ダーツのあれ高かったの。あー、え、ケビン5しかないの。ケビンの足の遅さにドン引きなんだけど。回避率ってこれあれか、素早さ依存か。あー、まあだったら多少素早さ上げてもいいかな。でも焼け石に水だぜ、これ。13が17になったとしてもそこまで5回に1回ぐらいしか攻撃回避できないからな。んーで、どっちからでも行けるんだっけ。違う、ここ通ってきた場所、いや通ってきた場所ではないか。あー、もう敵の攻撃がそこそこいて、はよデュランも、あ、デュランもレベル上がってんのか。デュランもレベル12で、うん、デュラン今レベル上がったのか。で、こっちが外れだから、まあ、今の道だよね。今の道を上に行けば村に続く。お、いいね。おー、なんかケビンこの状態でも まだ素早さ上げなくてもいいんだ。まあ、力だよね、上げるとしたら。ケビンは戦闘強だからな。ひたすら上げてくぜ。もういいや、めんどくせえ。上行こう。あー、来てたけどいいや、めんどくせえ。ゴブリンロードとか出てこなかったっけ、この先。今はギャルビーとかマイホニーとしか出てきてないけど、夜になったらゴブリンロードとかも出てきた気がする。このマップじゃそもそも出ないか。コカトリスとかゴブリンロードがこの後出てくるんだよな。はい、崩壊出番。いいね、パックンチョコ。もうケビンの HP 考えたらそろそろパックンチョコで回復させてもいいよね。で、こっちにダークプリストのマナ、村がある。マナってなんだ。完全に敵のダークプリストと同じ見た目だけど、こいつら襲ってきたりしない。で、セーブポイントが、ここ、特殊なんだよな。このトーテムポール。いや、これなんかめっちゃインスタ映えするよな。HP、MP 回復した。俺今別になんかボタン押したわけじゃないんだけど、なぜか、離した判定になっちゃった。で、火山島物価。ダークプリーストの村とかって表示されるわけじゃないんだね。これ、あれか？普通さ、女神像って近づいて Y ボタンとか押さないと、Y ボタンっていうか会話のボタンを押さないと HP、MP 回復できなかったような気がしたんだけど、ダークプリーストに村にあるこのトーテムポールは近づいただけで、なんか HP、MP 回復してくれるっぽいな。これ今回多分サムネになってると思うから、もうちょっといい感じで、記念撮影的な感じでさ、記念撮影的な感じで、やりたかったんだけど、あー違う、今回サムネあれだな。あ、崩壊挟まってる。今回サムネゴーバだな。ダークプリーストの村のあれ、サムネになんねえわ。やっぱボスの方をサムネにした方がいいじゃん。ここはダークプリーストの村だけや。いや、サムネ候補いろいろあるんだよな。その、さっきのさ、まあ、ゴーバーもそうなんだけど、ゴーバーもそうだし、この、トーテムポールもそうだし、まあ、あとブースカブ。サムネの選択肢がいろいろありすぎる。今度の噴火はむちゃくちゃ大きそうだぎゃ。逃げたきゃ逃げるがいいぎゃ。わしらは自然の流れに逆らわないことにしてるきゃ。死ぬときゃ死ぬ。いや、いいね。こういう精神見習いたいっち見習いたい。こいつ話しかけたっけ？こいつなんか、あんまりうぞうぞうな発言しかしてないもんな。話しかけなくてもよかった。ただ説明してくれてるだけ。で、武器防護屋かアイテム屋のどっちか。買おう。で、全員分の防具をとりあえず買って、今お金にそれなりに余裕があるからな。全員の武器防具、一番強いやつをまず買って、アイテム屋か。アイテムは、いや、マンドロとパックンチョコ買うか。このパーティーだったらほぼ使うことのない魔法のくるみ。まあ、野生の敵が落としてくれることを信じて、魔法のくるみは買わなくてもいいかなとは思う、今の段階では。蜂蜜ドリンクもな、HP が999回復するから、まあ、あったらあったら便利だけど、まあ、
ホークアイの HP が400超えたぐらいの時になったら蜂蜜ドリンク買ってもいいかもしれない。まあその頃にはケビンの HP600 超えてるだろうから。でぷいぷい層もステータス以上回復するけど、基本的にちびっこハンマーでどうにかなるからいらない。で、星屑のハープ全魔法効果解除初期化。まあブラックカースかけられた時に星屑のハープで返すみたいなことができるよね。あ、これあれだな、さっきの戦闘もブラックカースかけられた後に星屑のハープで初期化させて、その後にドレイクの鱗使った方が良かったのかな。ブラックカースで下げられた直後にさ、下がった状態で上げたとしてもそれは何ゼロになるのか、それともプラスになるのか、どっちか分かんないからな。ちょっとその辺の検証とかも、てか動画見ればいいか。ドレイクの鱗最初に使った状態のそのケビンの攻撃力と崩壊の攻撃力がさ、ブラックカース食らった後にドレイクの鱗使った後の攻撃と比べてどうか、まあそれ比べてみて、あれだよね、その攻撃の上がり幅どれぐらいか確認すればいいわけだから。で、村から西に行ったところにある洞窟の奥には海の主が住んでるっちゅう話だぎゃ、島から逃げたきゃ海の主にお願いでもしてみるといいぎゃ。まあこの海の主イコールブース株でも、度重なる地震で洞窟の入り口が塞がってしまったぎゃ、山の行き止まりの大岩の近くだぎゃ、頑張って掘ってみる。まあその前に噴火しちゃうかも。こいつがフラグなんだよな。こいつに話しかけないとその大岩の近くで、あのどうするっていう精霊のリングコマンドが出てこないはず。んでこいつが武器やか、あ、スティールソード、なんか盗む剣っていうか、バグナグバグナグって聖剣の遺跡2でブーメランじゃなかった。で装備させて、ダガーも崩壊に買って、一応これで身支度はできたな。で全員分の武器防具を一旦いい状態にして、あー、もうじきあれだよな、どっかで売んなきゃいけないね。ハーフプレートで、バグナグ、ブーメランのレベル7ぐらいの名前、バグナグじゃなかった、聖剣伝説2で。で、シャークティース、サメの歯から、サメの歯で終わりに、他のさ、バゼラードとかロンデルダガーとかよりも強いってよくわかんねえよな。意外とサメの歯って強いな、丈夫なので。イダテンのマント、ポポイのお下がりみたいな見た目してるな、これ。ポポイのお下がりだっけ？ちびっこローブか。聖剣伝説2ではちびっこローブっていう名前だったと思うんだけど、聖剣伝説はこの見た目の装備品、ポポイのお下がりとしてシャルロットが装備できたような、そんな記憶があるわ。で、やることは済ました。一応もし全滅してもいいようにセーブだけはしとく。道中のコカトリスが石化攻撃してくるから結構厄介なんだよな。で、その後の洞窟の敵もそれなりに強いから、ヒールライトとかの回復魔法を使ってくる敵とかが出てくるから、なるべく一気に駆け抜けたいんだよね。ボス戦がないのが唯一の救いかな。まあ洞窟がその分長いんだけどさ、ボス戦ないのはおそらく容量の都合とかだと思うんだよね。容量の都合で仕方なしにボス戦なくしたのかなと思うんだけど。で、ダークプリーストマジシャン、なんか闇の聖職者みたいな意味でしょ、ダークプリストって。まあ、その名前通り、こういう怪しい呪術的な技を使ってくんだけど、まあ、こいつ倒せねえからいいや。まあ、召喚魔法だよね。ユニコーンヘッドとか、あー、これあれだ。コカトリス。アンドゴブリンロード。コカトリスの石化攻撃だけマジ注意。あれ90ぐらいのダメージ食らうから、すげえ、あー、やられてる。ホークアイが石になってるぜ。で、石化解いて、で、右側に道があるんだけど、右側の道は外れだから行かない方がいい。閉じ込められるとかしたかもしれないけど、からなるべく行きたくないんだよね。ただこの辺すごい景色がいいから、景色眺めておきたいっていうのもあるんだよ。なんか滝が流れてる、なかなかいい景色があって、俺の中でその聖剣伝説3のなんか名所100選みたいの決めるとしたら、まず間違いなくランクインされるであろう、そういう場所があるんだけど。で、崩壊も体力上げて、てかデュランも今素早さ7あるんだから、崩壊と一緒なんだよね。こっちだったっけな、あ、こっち行き止まりの道、行き止まりで、その、まあ、閉じ込められてない分マシなんだけど、
なんか滝流れてすごいいい景色の場所あったような気がしたんだけど、そこがなんか閉じ込められるような感じだったからあんまり行きたくない思い出が、あーそうだ、石化したんだこいつ、待て、落ち着け、崩壊回復、石化して大ダメージ食らってたの忘れてた、危ない。ケビンみたいにもうちょっと上手に戦ってほしいよな。ケビンだって20ダメージしか食らってないんだからよ。石化の羽とかもガン無視していい感じに戦えてんだから、ほんとなんか見習ってほしいわ。ちょ、デュアラン攻撃外しすぎじゃね。オッケーオッケー、ケビンが獣化した。でちょっと崩壊回復させて、ちょっとデュアランも死にかけてんな。デュアランも回復させて、マントロがあるうちはとりあえずマントロだ。ボス戦だよね。ボス戦とか緊急事態とかに置いてコトの油は使うとして、普段はやっぱマンドロ安定だわ。でコカトリスもこれコカトバードに進化する前に倒すと経験値がすごい少ないから、あ防御下げられてる。こいつ防御下げるのか、こいつの羽攻撃で防御下がっちゃうからあんまり嫌なんだよな。あーここかな、いやここじゃなかった、なんかもう1マップぐらい滝が見えてすごい景色のいいマップがあった。あーお前な、趣味か趣味なのか、ホークアイ石化すんのよ。頼むからもうちょっとまともに やってくれ。石化してる場合じゃないんだよ。そんなコカトバードとイチャイチャしてる場合じゃないんだ。とっとし、とっとくたばってくれ。あぶね、今のも石化の羽をどうにか無効化させて、オッケーオッケーオッケー。ケビン石化に対して耐性あるのか何なのか分かんないけど、いい具合に回避してる。で星屑のアーク手に入れて、こっちかな、こっちの、あ下にマップなかったっけ、あれなんか俺の記憶違いかもしんねえ。なんかすごいいい景色のマップがあったような記憶があったんだけど、これもうあれでしょ、だってあここかな、ここ下に行くとすごいいい景色のマップ見れるからおすすめ。あえここじゃねえ、ちょっと待って、ここじゃねえよ、戻ろう。もうこれ以上マップねえもん。ちょっとあいつらに当て逃げだけしてちょっと逃げて、じゃあ俺のやっぱ記憶違いだったのかな。ここに今からあの穴が開いて道できるから。でノームじゃなかったかな、まあ、チン使うと、ああセリフ言うんだ。なんか眠りの花畑でさ、ジン以外のキャラクター使った時に、あいけねえ失敗失敗みたいな感じのことをデュランが言っててさ、ここあれなんだ、それぞれの正しくない精霊選んだらそれぞれの精霊喋ってくれるんだ。ごめんなさいとなす、でも何もできないとす、ごめんなさい。確かウィスプじゃないかな、ウィスプかノームだったはず。この島には精霊はいないと思うよ。それにこの辺りは特にマナのエネルギーが少なくて、私は力になれそうもないよ。ごめんね。光の屈折関係ないからノームだったような気がする。ちょ、シェード使ってみるか。全員のセリフ見ておきたいじゃん。この辺りには我が闇の力を利用させられるような媒体が存在しないようだ。んで、ウィスプ、なんか聖剣2の時と違ってさ、ウィスプが一番仲間になるの早いからな。聖剣2は最後から2番目ぐらいだったのに。うえ、うるすか、まいったな、どうしたらいいのか全然わかんないっす、すんません。軽いノリのウィスプ。で、お出番、お出番ってか、お出まし、お出番ってなんだよ、ついに出番だぜ、ノブ。わひゃひゃ、以前はここに洞窟への入り口があったようじゃ。きっと火山の噴火で塞がっちまったんだろう。ちょっと待っとれ、今開けてやるわい。